ユサマソノリ1月8日から1975年3月8日は日本の水泳選手。1932年ロサンゼルスオリンピックの800メートルリレーで金メダル。1936年ベルリンオリンピックの800メートルリレーで金メダル。100メートル自由型で銀メダルを獲得した。香川県中田戸郡多戸津町の出身。 旧制多度津中学校から日本大学に進学、日大一年時の17歳で出場した1932年、ロサンゼルスオリンピック800メートルリレーで、宮崎浩二、横山隆豊田久義とチームを組んで金メダルを獲得する。この800メートルリレーの優勝を称えられ、ユサは宮崎、横山、豊田と共に1932年度の 朝日小体育部門を受賞した。1936年、ロサンゼルスに続く2度目の出場となった、ベルリンオリンピックでは、湯沢100メートル自由形で、銀メダル、荒井修雄、田口正春、杉浦茂雄とチームを組んだ800メートルリレーで、金メダルを獲得した。この800メートルリレーの優勝を称えられ、湯沢新荒井、田口、 杉浦と共に1936年度の朝日小体育部門を受賞した。日本大学卒業後は横浜ゴムに入社した。女優の愛染夢子は妻、女優の湯さなお子は長女。妻の愛染とは1936年頃に知り合い、1942年に長女が誕生したことを受けて正式に入籍した。第二次世界大戦後に、 日本水泳連盟技術指導委員となり、自由型短距離選手の強化を担当した。1975年3月8日、がんのため死去した。60歳没。ありがとうございます。